三強のパチンコ最新台、ビーバー、機動戦士ガンダムユニコーン再来、白木一角獣と黒木獅子の P と E 機について詳しく見ていこうと思います。まず導入予定日は8月5日月曜日、導入予定台数は P 機が35,000台、 E 機が15,000台、合わせると5万台の大量導入となります。続いて筐体、筐体はシードと同じフリーダム枠で色は新色の赤、E 機の方はスマパチエヴァやスマパチマクロスと同じオレンジ色の枠となるようです。そしてスペック、まずは P 機から。機種のタイプは1種2種混合機の転落タイプで前作と一緒、大当たり確率は 319.7 分の1、ダッシュ中42分の1、転落確率は 153.6 分の1、へそ昇級は1個、ダッシュ突入率は前作から 10% アップした約 70% で、ダッシュ継続率は約 81%。 次に振り分けに行きましょう。初当たりは前作と同じく 20% が3000フィーバー、 50% が300個でダッシュ突入、残り 30% は300個通常です。ラッシュ中は前作同様 100% 1500個ラッシュ継続となっていて、初当たりも含めて3回大当たりすれば高速消化の覚醒ハイパーへと昇格します。次にスマパチのスペックも見ていきましょう。機種のタイプはこちらも同じく転落タイプとなっておりまして、3強初のラッキートリガーを搭載しています。大当たり確率は 349.9 分の1、ラッシュ中45分の1、へそ昇級は1個、ラッシュ突入率は約 50.5%。 ラッシュは下位ラッシュとラッキートリガーの発動した上位ラッシュの2種類で、まず下位ラッシュの転落確率が 100.2 分の1、継続率は約 72%。 上位ラッシュは転落確率が 229.3 分の1 と重くなり、それに伴って継続率が約 85% にアップしました。次に振り分けは、初当たり出玉はほぼ300個となっていて、 0.5% の薄い確率でラッキートリガー直行の1500個もあります。それも含めたラッシュ突入率が 50.5%、 残り 49.5% は通常です。買いラッシュ中は出玉オール1500個、 25% でラッキートリガーが発動し、大当たり消化後は上位ラッシュへと移行します。そして上位ラッシュ中も出玉はオール1500個といった形になっています。同じ転落タイプではありますが、突入率や継続率や初当たり出玉に大きく差があるユニコーン2の P 機と E 機ですが、違うのはそれだけではなく、 E 機には大きな特徴がもう一つあります。それがこちら、超デカスタートです。へそサイズが大幅アップしていて、かなり回りやすくなっているようです。一説では透過ボーダーでも30ほど回るという噂も。へそサイズアップといえば、7月8日導入予定の P 貞子も話題になっていましたね。こちらはへそサイズ2倍ということでした。さすがにユニコーンは2倍はないと思いますが、本当にぐるぐる回れば打ち手のストレスは軽減されるし、この超デカスタートはいい試みだと思います。あとはホール次第ということで。では最後にカスタム機能も見ておきましょう。こちらは P 機と E 機共通です。まずはおなじみの3種類、先読み、レバブル、V フラ、この3つは当然搭載しております。そして本作新搭載しているのが叫びフラッシュモード、いわゆる先バレ系のカスタムなのですが、みんなが大好きなバナージの叫びが重要演出になるというもので、へそまたは電柱入場時にバナージのユニコーンの叫びとともに、筐体上部にあるトップランプが赤く点灯すればチャンスとなるようです。まさか先バレ系にバナージの叫びを入れてくるとは、さすが俺たちの三強。さていかがでしたか？王道のピー機と挑戦のいい機、どちらが気になったでしょうか？コメント欄で教えていただけると嬉しいです。ちなみに七つ柄は前作の方が好みです。大勝ち当たりでした。